さあ、逃げるか。どうやらなぜか知らないけど、ここには入ってこれないみたいなんで、まあ逃げましょうか。さようなら。はい。はい、終わりと。あれ？まだこの曲が続いてる。ん？お！あ、はっよーい！全力よ。全力で逃げる。こっちじゃこっち！よかったよかった。ピース！うん。とりあえずは負けたようじゃな。うん、2回血玉になった気がするけどな。気のせいやろ。よかったー。はぁ、あ。あ、あれ？なんじゃ、星でも抜けたか。あははははは。そうみたい。情けないの。よくそれでこの北の館に乗り越えてきたもんじゃ。こんな調子ではお主を探しよう人間なんぞ、いつも見つからんぞ。諦めて帰った方がいいのではないか？その人間たちもいつまで無事でいられるか。それはダメ！二人は昔、私をこの北の館から救ってくれたの。それだけじゃない。私のことたくさん助けてくれた。シバとバルツがいなかったらきっと立ち直ることなんてできなかったと思う。二人は絶対無事なはず。きっと何か理由があってここが出られなくなってんだよ。今度は私が二人を助けたいの。こんなところで諦めたらいられない。すげえ今さ、気になってんだけど、オブジェクト。なんかいるんだよね。もう一人なんかいんのとカボチャみたいなのがいんのがすっげえ気になるんだよ。レイ？あ、ごめんね、ピース。ピースは私のことを心配してくれてるんだよね。それなのに私。いや、いいのじゃ。威勢がいいのが悪い、嫌いではないぞ。まあしかし人間というのはなんというか。え？強いのか弱いのかわからんな。どうしてそこまで他人のために一生懸命になれるのじゃ。そんなこと言われても。大切な人のために何かしたいと思うのは普通じゃないのかな。それが自分の命を削ることでもか？そうだよ。自分の命を削りまくってたぞ今。え？何にせよ、そういう大口は抜けた腰を戻してから言う方がいいと思うのじゃ。そうだよね。では改めて、そのユバとパルフェを探すとしよう。間違えてる。ユバとパルフェになってる。シバとバルテね。うん。似たようなもんじゃ。どういう間違いなんだろう。これ何？僕のカボチャ、どこから見なかったかい？カボチャ？いや、お前がもうカボチャだよ。恋人が僕のことを思って育ててくれた大切なカボチャなんだよ。おかしいな。どこで落としたんだろう。カボチャ被ってるし、そんなにカボチャが好きなのかな。それじゃあ見つけたらあなたに渡すね。うん、お願い。で、この人は？奥の部屋に会いたい人がいるんだ。うおー、なんか書いてある。彼女は赤い果実を育ってるんだけど、俺、昔その食べ物を食べて喉に詰まらせたことがあって、それがトラウマで見るもの嫌なんだよ。まあ、まだその赤い果実は実ってないんだけどさ。いつも実るかと思うとハラハラしていけないよ。でも彼女に会いたいな。はあ、早くあの果実なくならないかな。あれ？あ、画面スクロールが。あ、大丈夫か。赤い花が描かれたパズル。パズルか。青い花のパズル。ドラゴン。さて、この部屋、あ、入れない。扉の上に何か書いてある。そう。青は正義の色。赤は欲望の色。正義には祝福を、欲望には死を。どういう意味だろう。まあ、文字通りの意味なんじゃないかな。じゃあ、かぼちゃの方を探すかい？あ、こっちはいけるね。さあ。女神像は大体すぐ壊されてますね。こっちの女神像はさ、大丈夫だね。こっちの女神像は大体さ、壊されてんの。なんなのな、この女神像のさ、しかも頭をさ、罰当たりすぎ？ね？これは？あの人は言った。赤色は欲望の色だと。
だからあいつを殺したのか。あいつが赤色の髪だったから。美しくないとお前は言った。俺にとって彼女の髪は何より美しかった。それなのに俺から彼女を奪ったお前を決して許さない。正義には死を。あれ、正義はにはなんちゃらかんちゃらって書いて、さっき書いてあったけどね。鍵、古びた鍵を手に入れた。や、あれ、こんなんだったっけ。え、こんなんだったか。なんかあれ、青いパズルだったよね。パズルが組み立てられてるよ。組み立てられた後なの。なんか普通に人になっちゃってるけど。ねえ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 、あ、気にならない？彼女に会いたいなーって。いや、元に戻ってるけど。か、なんか女の人になってるけど。古びた鍵は使えないの？ここ使えないね。あ、ここで使うんだ。古びた鍵を使った。はい。さあ、ここには何があるんだろう。弾があるけど。弾がありますね。とりあえずこれを取る？緑の宝石？すごく綺麗。手に取る！とりあえず取る。緑の宝石を手に入れた。あー、そっか！飛ばされたんだ。ここって？思いがこもってるもの触っちゃった？そりゃそうだろ。不用意に触ったもんな。どうしよう。ピースにあまり物に触るなって言われてたのに。とにかくさっきの場所に戻らないと。なるほどね。この人は誰？あら？珍しい。こんなところにお客様？え、お客様？でもごめんなさいね。今、大切な依頼を受けているから、新しい注文を受け付けていないのよ。注文？何のですか？あら、お客様じゃなかったのかしら？私は洋裁師、洋服を作っているのよ。洋服を？すごい。ありがとう。今ね、大切な人の服を言ってるんだけど、材料が足りなくて。あの人のために買った宝石もどっかで落としちゃったみたいだし。宝石？もしかして。あの宝石ってもしかしてこれですか？まあ、これ、これよ。ありがとう、親切なお嬢さん。これで材料が一つ見つかったわ。さっきみたいに私が盗んだと思われなくてよかった。そうだね。また追いかけられると思ってたもんな。はい、渡した。ねえ、お嬢さん。折り入ってお願いがあるんだけど。大丈夫？大丈夫？怖いよ。はい、なんでしょう。あー、材料が足りなくて。うん、そこはいいんだよ。次。あー、なんだ。探してきてもらえないかしらか。なんだ、よかった。あなたの腕を一本くださいな、みたいなのやったらどうしようかと思った。ありがちだよね。全部探してきてくれたら、とびきりいいものあげるわ。この人も悪魔なんだよね。このまま闇雲に二人を探してても見つかるとは限らないし。あー、結局レイは一人で行動するんだね。ありがとう、助かるわ。あと必要なのは、桃色の布、青色の布、黄色の布。なるほど。なら、ピースの助言を無視する、無視して、それを探さないといけないってことだね。あ、ピース、よう。ピース、どうしてここに？まったく、何でもかんでも触るなとあれほど言ったであろう。ごめんなさい。我のような寛大で神なかった方、とっくに見放しておるぞ。ま、もしどっかに飛ばされても、我は追いかけるで心配するな。ピース、ありがとう。で、何か入れ替えるものはあるか？今なら、なんと我は、紙くずを持っているのじゃ。ピース、何かを交換するのが癖なの？石だの、紙くずだの。まあ、そんなところじゃ。え？やだな、マドレーヌ二つ、とさ、うまいこと交換しないとダメってこと？桃色の布を手に入れた。これはすぐに手に入ったね。この人は？ありがとう、花束届けてくれたんだね。あ！やったー！そういえば、そういえば花束の話とかあったな。ここ！水車の間。いろいろ浮いてるな。前と違って階段ができてるね。
いろいろ何かありますけど。おー、着いた着いた。ありがたいな。お、青犬のがあるけど、青犬のあるよ。だけど、あ、誰か言う？ん？あー、え？やっと会えた。あなたは待ってたのよ。私よ？でもどうして、こんな小さい子はね、館になんで人いるのってなっちゃうよ。だって、あなたはこの汚い方に招き入れたのは私なんだもん。あ、あなたが私よ？でも確かに、ここに来るとき、誰かに背中を押されたような気がする。どうして私を汚い館に？あなたは悪魔なんだよね。あー、誤解しないで。確かに私は悪魔だけど、悪魔なんだ。あなたを傷つけるつもりはないわ。安心して。本当か？大丈夫か？たまたまあなたがこの汚い方に来てくれたから、ちょっとお願いがあって、いろんなお願いを引き受けるな。もう頭の中がパンクしそうだ。普通にお願いしたって、きっと驚いて取り合ってくれないと思ったから。強引かなとは思ったんだけど、ああするしかなかったのよ。ごめんなさい。どうしよう。信用してもいいのかな？いい絵をしたいな。俺はだったらいい絵を押す。ちなみに私にお願いしたいことって？ここに悪魔がたくさん集まってきてるのは知ってる？え、そうなの？いや、そうだよ。何を今さら？なんだ、何も知らないのね。いいわ、教えてあげる。ここってね、昔人体実験してた館らしいのよ。だから恨みとか憎しみが今でもいっぱい残ってるっぽくって、まあ、かくいう私もそれに惹かれてここに迷い込んじゃったんだけど、人体実験。きっと私とバルツのお父さんのやってたことだよね。それで、とにかく私みたいに負の感情に惹かれて悪魔がいっぱいここに集まってきてるってわけ。問題なのは、ここに集まってきた悪魔が、この汚い方から出られないってこと。出られない。うん、とどまってる状態だね。そう。ここに悪魔たちを恋に閉じ込めてる奴がいるのよ。閉じ込めないとダメだからじゃないの？それは。そいつのせいで、汚い方は悪魔パラダイス。成仏したくてもできないし。でもその人はどうして悪魔をこの館に閉じ込めてるの？そんなの私が知るわけないじゃない。おかげでこっちは大迷惑よ。全然身動き取れないし。できるなら私が何とかしたいんだけど、そいつも悪魔だからなかなかうまくいかなくて。自分の空間に悪魔は入れないようにしてるのよ。なるほど。そこであなたの出番よ。え？あなた人間よね。多分人間ならあいつのところに行けると思うの。そいつを浄化できれば、そいつの力で縛られていた北の館の悪魔たちも浄化する。私も浄化されて晴れて自由の身ってわけ。そうなんだ。私もできる範囲に協力するからお願い、あいつを倒して。でも私今友達を探してて、そうだね、いろんなものを今頼まれてるね、レイちゃん。知ってるわ。人間を二人探してるんでしょ。どうしてそれを？もちろん。だってその二人も私が汚い方に入れちゃったから。あいつを倒してくれそうな人は多い方がいいじゃない。なんかいろいろとすごい子だな。アグレッシブすぎるんだよ、行動が。ちょっと待って。あなたが今、ここに二人を入れたのに、二人が今どこにいるか知ってるの？ごめんなさい。そこまではわからないわ。入れたのは確かに私だけど、ここは他にも悪魔がたくさんいて、私が二人に会いにした、行こうとした時にはもうそこに二人はいなかったの。そうなんだ。二人とも無事だよね。それで話は戻るんだけど、どう？私に協力してくれる？いいえと言いたい。困ったな。って言ってもあなたに選択権はないんだけどね。くっそー、選択肢すら出してくれねえのが。あなたが選べる回答は一つ。イエスだけなのよ。え、どういうこと？だってあなた、汚い方から出たいんでしょ？そいつを倒してくれなきゃ出してあげない。そんな、私悪魔なのよ。取引は得意だから。どうしよう。でも二人を助けて脱出するにはこの子の言う通りにするしか。わかった。できるかどうかわかんないけど、その悪魔探してみる。ありがとう。そう言ってくれて嬉しいわ。
でもその悪魔をどうやって探したらいいの？そいつがこの館のどこにいるかわからないんだけど、見た目は黒髪に赤目の女の子よ。はあ、なんかバルツみたい。確かに。それではそんな感じの悪魔がいたら注意するね。注意っていうか倒してほしいんだけど。まあ、いっか。そういえばあなた名前は？そうだよ、今までね、聞いてなかったから。ああ、まだ言ってなかったわね。私はリーリンっていうの。リーリンね、リーリーちゃんね。私はレイ、よろしくね。レイね。名前まで可愛いんだよね。え？ううん、なんでもないわ。ねえ、レイ。何？その髪飾りってただの髪飾り？どういう意味？うん。なんでもないわ。それじゃあレイ、またね。うん。またねって言ってどこに次消えたの？びっくりしたんだけど。瞬間移動か？悪魔だからできる瞬間移動か？あれなんだ？あの蝶は。あのなんか、ドットが雑な蝶はなんだ？すげえ気になる。入れないよね。入れるんだ。あ、黄色の布。これで全部揃ったね。また追いかけてこないよね。大丈夫かな？また追いかけてきたらさ、またバシャーってなることはない。ピース。探し物が見つかったのか？見つかった。だから、また再びあそこに戻らないといけないね。持ってきましたよ。あら、もしかして布を持ってきてくれたの？うん、全部渡した。素敵。これならあの人もきっと気に入ってくれるわ。洋服ができたら約束のいいものをプレゼントするわね。それまでもう少し待っててくれるかしら。ささ、そこに座って。座る場所ってどこよ。シバとバルツェ、本当に大丈夫かな？陽気になっちゃダメだ。私は二人を信じないでどうするの？早く二人を助けてあげなくちゃ。とか言って、レイちゃん来そうで怖いんだけど。あー、勝手に移動してた。嫌なこと言うなよ。ん？あー、くそ。バルツェ、焦ってもしょうがないだろ。ちょっと落ち着けって。ごめん。どうしたんだ？お前らしくないな。これでも責任感じてんの。巻き込んで悪かったね。ますますお前らしくない。明日槍でも振るんじゃないか。なんでそういう言い方しかできないわけ？もうちょっと励ましてくれるとかさ。俺の前の場合励ましたら余計に責任感じんだろ。まあそうかもね。で、そっちは何か見つかった？相変わらず研究関係の資料ばかりだ。特に脱出の手がかりになるようなものはないな。そこに通気口みたいなものはあるけど、さすがに小さすぎて入れそうにない。ですよねー。ていうかさ、このやたらめったら俺につきまとってくる蝶、何なわけ？さっきいたよね。地味にさっきもいたけどね。どう見ても普通の蝶よりでかいんですけど、そう、でかいしドットも荒いよ。さあ、お前のこと虫だと思ってるんじゃないか？殴るよ。いいじゃないか。別に何か危害を加えるわけでもないし。よくないし、俺虫嫌いなんだけど。とにかく、早くここを出る方法を見つけないと。うわ、さらっと流しやがった。バルツェ、いくら蝶が嬉しいからってはしゃいでないでちゃんとしてくれ。お前目ついてる？どうやったら俺がはしゃいでるように見えるわけ？めちゃくちゃ嫌がってんですけど。ほら、いいから頭動かせ。お前たまに人の話聞かないよね。シバ、なんだ？ここに来るのってジルティさんに言ってある？いや、言ってないけど、もともと朝には帰る予定だったし。父さんがどうかしたのか？いや、別に。ずいぶん歯切れが悪いな。ジルティさんってさ、悪魔のこと信じてると思う？は？なんだ急に。悪魔に頼らないといけないほど叶えたい願いか。いや、逆に俺みたいに悪魔の方が持ちかけたか。マルツ？おい、本当にどうしたんだ？別に。ただ、本当にどこの親子も血は争えないなって思っただけ。
なんだよその含みのある言い方。もっとわかりやすく言えって。多分そのうち嫌でもわかるよ。ああ、こっちに戻ってきた。さあできたわ。見て。すごい。本当に洋服ができちゃった。こうしちゃいられない。急いであの人のところに届けに行かなくちゃ。そうだわ。ねえ、一緒にあの人のところまで行きましょうよ。え？私の作った服をあなたが着るの。そんな素敵な瞬間、あなたにも味わってほしいわ。ちょっと待ってください。ピースに言わないと。ああ、1分1分欲しいわ。早く行きましょう。あの。で、手触れて、どっか行っちゃうわけだ。ええー、また別の場所に来ちゃった。お待たせ。やっと服が完成したわよ。本当？ああ、ずっと待ってたのよ。今回も自信作なの。早速着てみてくれる？もちろんよ。どうかしら？ああ、うん。すごく素敵。やっぱり私の目に狂いはなかったわ。似合ってる？ええ、ええ。でも、サイズを間違えたのかしら？ちょっと裾が短かったかな？ええ、そうかしら？そうよ、そうよ。これはいけないわ。私の服、作る服はいつも完璧でないといけないの。ちょっとだけ待ってね。すぐに丈を直すから。え？え？さあ、足を切ったからこれでもう大丈夫よ。足を切ったからこれでもう大丈夫よじゃないんだわ。うんうん、これで完璧。さすが私、美しい才能はどこ見て言ってんだおめえは。おめえどこに目ついてんだ。素敵な瞬間に立ち会ってくれてありがとう。素敵でも何でもないわ。最高の作品ができたわ。作品どうなってんねん。俺の品を遠距離せずに受け取ってね。ちょっと汚れちゃったけど。いらないです。え？血塗られた剣を手に入れた。いらないです。まあ、これで戦えるか。これで戦うことができるか。いやいやいや、おお！あの子はおかしい。人を殺すのなんとも思っていない。そんなに犬が欲しいのか？黒髪の少女は俺の目をえぐり、その赤い瞳を俺を冷たく見つめてきた。恐ろしい、おぞましい。しかしここから出ることはできない。誰か助けて。おお、なんや、どうした？なんか鏡か光っとったけど気のせいか。あ、なんだ、調べられないの？調べられると思ってたのに。え？数ヶ月前に病気で亡くなった少女について。少女、13歳。短い黒髪に赤い瞳。毎日を少女らしく、穏やかに暮らしていた。両親の話によれば、恋愛小説が好きだったらしく、誕生日には決まって新しいものを購入していた。可愛らしいものが大好きで、よく金髪青目の人形で遊んでいたという。よく鏡を見てや、服装や髪型に気を使っていた様子。少女が亡くなって数日後、なんかこれ見たことあんな。村中で不思議なことが相次ぐ。誰もいないはずの部屋から少女の声が。誰もいないはずの廊下が何者かの足音が。中には亡くなったはずの少女の姿を見たという者までいた。少女は悪魔によってこの村に潜んでいるという噂も流れ始め、事態の収束にはまだしばらくかかる模様。あ、追加の詳細で分かった子をここに記していく。少女の日常の様子はあくまで少女の家族から聞いたところの話である。実際のところ、少女がどのような扱いを受けているのか定かではない。黒髪赤目の少女。確かこの村は、黒髪赤目、ここは、報告書と同じだ。でもなんでこんなところに？ここに来て重大なものを見つけちまったな。何？何かをはめられそうなくぼみがある。もしかして、あ、そういうこと！マジか。3分ぐらい探索してたぞ。剣ここに使うのね。
なるほどね。マスターソードみたいな感じになっちゃった。あー、ここやったんだ。なんかソファーかと思ってたわ。ようやく地下に行ける。